こいつは科学リング。就任試験においては使用を禁じられているものを使った。渦巻きボルト、使用禁止リングの違反により失格。お前は忍者失格だ。なんだ あれ。父ちゃんの後ろに下がれ、早く。奴ら、あの男の仲間か。あの目、白眼。おいおい、なんだ君たちは。今この会場は私の。よせ、近づくな。あいつら、何なんだ。こうなっては試験どころじゃないね。避難を急ませるんだ。父上。新規非化戦力を誤認するな。僕は中央階段へ。ラジャ。何がどうなってるんだ。ここは危ない。お前は早くみんなのところへ。やめろ。火炎弾ホグラ、水遁弾ホルカ。くそ。この力を使ってしまったら僕はもうここにはいられない。そんなことはどうでもいいことだよね。落ち着き。かわせるわけにはいかない。やはりあなたでしたか。終わりか。逃がせ。ギリギリだったな。好き放題やりやがって。ボルト、大丈夫？あ、吸い取られた。こいつらの目的はチャクラの実、つまりお前の中の美獣チャクラ、クラマのことだ。目的は何だ。お前だ。お前がこの苗床で一番強いチャクラを持つ。俺たち忍びの僧、大筒木かぐやの力の源だった伝説の木、その神話を蘇らせてどうするつもりだ。大筒木。薬のようなものか。理解が早いな。ドーピング代理の卑怯者じゃねえか。んなもん道具や薬に使われてるだけだ。本物の力じゃねえ。所詮は下等生物、我ら大筒木の餌に過ぎ。どうせこの苗毒もきれいに整え直さねばならない。あっ、俺の使った術まで。これぞ高み結びの神。ボルト、俺のせいなんだ。だから無駄なことを。みんなは俺の家族だ。お前の好きにはさせねえ。そうだ。いつまでもつかな。見えてますよ。なすすべありませんか。これは地下水脈を。水遁大爆風の術。先輩たちもとどめに入るようですし、そろそろおいとまさせていただきます。よくしのいだものだ。これで終わりだ。狐、お前は死なば。なまってねえだろうな。バカい、ありったけでいくぞ。なんで
ルトがその気になればこんな弾など吹き飛ばせる。ただし辺り一体ごとだがな。七代目様、おかげさま。七代目様なら、もう十分です。お逃げください。気がついた。父ちゃん！父ちゃんは？しっかり、ひなた。ママ、私だよ、わかる？母ちゃん、何があったんだ？やつらに立ち向かっていったの。倒れたナルトを連れて行こうとした。それをひなたが止めようとして。里のみんなを救おうと敵の攻撃を一身に受けて、いつも口癖のように言ってたでしょ。里のみんなを守るのが自分のすべきことだって。みんなは？美月が危険な状態になってる。あの混乱の中でチャクラを奪われたらしくて。ボルト、よかった、無事だったんだね。心配しましたよ。おかげさまも無事なはずだ。最後の爆発に巻き込まれちまった。奇跡だぜ。ボルト君、どうなっちゃうんだろうね。何が？ボルトがシカダイに勝った時はおおって思ったけど、やっぱり仕切り直しかな。このイケメンともう一回戦えるなら私は望むところだけど、あんな奴らにやられるような男じゃないから。おかげさまは。そうでしょ、シカダイ。よくしのいだもの。よしやるぞクラマ、なまってねえだろうな。言ってろ。修行の成果見せてやんよ。二次試験では今度こそ活躍し、俺を認めさせてやるからな。地下台には負けんなよ。負けっかよ。からな。父ちゃんに認められたくて、一人前に扱ってほしくて。終わりか。くそ。お前は忍者失格だ。その通りだってばさ。ママ、よかった。案ずることはない。あいつは無事だ。後のことは俺に任せろ。父ちゃん。じいちゃんの写真、こんなところにあった。ボルト、ボルト。話せ母ちゃん。放っておいていいのかよ。お父さんは決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃない。おかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって悲しいことも知らずに済んだんだよな。だから平気なんだよ。ボルト、大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたには今お父さんがいてくれる。くそ、俺は。いつも口癖のように言ってたでしょ。里のみんなを守るのが自分のすべきことだ。何も見えてなかったんだ。出せんだよ！サスケさん。不正がバレ、皆に軽蔑されて、まあお前には慕ってくれる妹と心配してくれる母親がいるだけマシだがな。父ちゃんはどうしてきたの？知りたいのはナルトの弱点だけじゃなくなったようだ。無事かどうかまでは分からんが、
少なくとも死んじゃいないってことだ。火影を助けに行こうってんならよ、俺らにも一肌脱がせろよ。巻物には何が記されていたのだ。かぐやが大月一族へのチャクラの供給を止めたため。それで八尾が襲われたと。これで火影を連れ去った理由は。危険な力だ、使わせるわけにはいかない。人々からチャクラを吸い上げる真珠など二度と再生させてはならんからな。火炎弾ホグラ。手のひらにある輪廻丸で相手の術を吸収するだけで、奴らの居場所も巻物に記されていた。おそらくナルトもそこにいるんだろう。すでに輪廻丸で読み取ってある。出番しててもらった方が。決して冗談ではない。こいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。俺がいいと言っている。いいかボルト、よく聞け。その時はお前がやるんだ。そのためにお前を連れていく。なれねえよ。なれるさ。何よりお前はナルトよりうすらトンカチだ。だがその前に渡しておきたいものがある。って約束を交わした。本当の勝負をする時まで取っておくと。それをお前にやる。パパも気をつけてね。ちゃんと戻ってきてよ。もちろんだ。今のお前にはやらなきゃいけねえことがあんだろうが。ごちゃごちゃめんどくせえ。こいつを通って奴らの元へ行く。お父さんのことお願いね、ボルト。あ、やっと忍びらしくなってきた。待ってろよ父ちゃん。